はい、ということで、岸本会でございますけれども、はい、こちらも、お便り1グランプリ最終日、うん、ということでやらせていただきます。もう今日読むものからは出ないですよね。でもなんでだよ、どういう理由でだよそれ。だってほぼほぼもう決まってるですもん。決まってますもんね。いやだからそれを覆すほどのインパクトがあればいいわけですから、うん、ちなみに出る？え？ちなみに出る？出るかもしれないです。おお、じゃあちょっと楽しみにしよう。結構僕の中ですげえなっていうのありましたよ。いいっすね。なんでねちょっと読ませていただきたいと思うんですけども、はい、ねちょっとジャンルが怖い系が多いんですよ今回、うんうん、で人コアと、うん、何心霊、うん、みたいなのどっちがいいと思います？最初心霊いきましょうか。心霊いきましょうか、うん、じゃあはい、じゃあこちらから聞かせていただきます、はい、お願いします。林さんの奥様、スタッフの皆様、こんにちは。どういうこと？毎回 YouTube にて楽しく拝見拝聴させていただいております。スタッフいないよ俺らのことじゃないだろ。表に出るタイプのスタッフない、オカルトネームもっこりはんと申します。もっこりはん、はい、トッシュボーイズさんのチャンネルを知ったのが最近のことで、うん、お便り会の存在をつい先日知り、うんうん、お二人に聞いてもらいたいお話があるのでメールを送らせていただきます。ぜひぜひ。これは僕が実際に体験した話ですと、うん、2年前のこと、当時僕は京都の大学に通う大学4年生でした。はい、周りのみんなは就職先が決まっていく中、僕はまだ就職活動がうまくいっておらず、そのまま1月を迎えてしまいました、うん、思い通りにならず気が焦るばかりでいつもイライラしていました、うんうん、そのような精神状態だったためか住んでいたアパートの騒音が気になりだしたのです、はい、しばらく我慢していましたがやはり引っ越すことに決めました、うん、就職先も京都にしようと思っていましたので今住んでいる場所よりももっと便利の、いいところにしよう、うん、もしかしたら気分転換になって就活もうまくいくかもしれないと淡い期待を抱きすぐに新居に引っ越しました、うん、引っ越してから1週間程度経ったある夜、僕は夢を見ました、うん、夢の中で僕は目を覚ましました、うん、何も変わらないその部屋のベッドに僕は仰向けになって夢の中で目が覚めたのです、うん、仰向けに寝ていた私は天井にすっぱだかの女が張り付いているのを見ました。四つん這いになりヤモリのように張り付く女の首が180度ぐるりと回り、はい、僕の方を向いています、うん、全身骨と皮だけで拒食症のように痩せ細った女が艶のない長い髪をだらりと垂らし、うん、ニタニタこちらを見ているのです、はい、僕はただただ手で目を覆い早く覚めてくれと強く念じました。するとパッと夢から覚めました。その刹那強烈な吐き気に襲われトイレに駆け込み嘔吐、内臓が口から出るのではないかと思ったほどでした、うん、その日からみるみる体調が悪くなっていきました。食事をするたびに嘔吐するのです、うん、病院に行き内視鏡で見てもらっても問題はなし、しかし毎回吐き気に襲われるので食事を取ることが怖くなり、ウィーダーインゼリーやおかゆなどの流動食を少しずつこまめに取って、うん、やっとのことでしのいでいました。そんな状態で就活ができるわけもなくほどなく卒業を迎えました、うん、仕事が決まらずにいることに親はとても心配しましたが両親にいい報告ができないことに憂鬱になってしまいました。嘘をついても仕方がないので正直に現状を話そうと思いました。部屋の中で母と電話をして自分の体調不良のことを話したところ、母はもう余暇券こっちに帰ってこんねと言ってくれました、はい、僕は安心感がこみ上げ親の温かみを感じました、うん、すると会話の途中で母がちょっとテレビつけとる？と聞いてきました、うん、いやつけとらんと言うと母は女の人の声がボソボソ聞こえて聞き取りづらいというのです。嫌な気がした僕はこれならどう？と部屋の外に出てみました、うん、するとああ何も聞こえなくなった
と言い、そこで初めてこの体調不良はもしかしたら霊的な現象なのではないかと疑い始めました、うん、僕は霊感もなく霊を信じる方でもなかったので、激しい嘔吐に襲われた時に見た女の悪夢は吐き気による不快感が原因だと思っていたのです。怖かったですが部屋に戻り、すぐに大島てるさんのサイトで今の住所を調べてみましたが、うんうん、ヒットせず、築年数も浅いので事故物件ではないのかなと思い少しほっとしました。そして実家に戻るために引っ越し準備をして、明日は引っ越すだけとなった日の夜、またあの女が夢に出てきたのです。同じように天井に張り付いている女に僕は思い切って聞いてみました。お前か、お前のせいかと聞くと、その女は相変わらずニタニタしながらものすごい速さで何度も繰り返し首を縦に振るのです。そして女のニタニタが笑いに変わりました。女は笑いながらもののけ姫の小玉のように顔を振り始めました。そこで夢から覚めました、うん、次の日無事に引っ越しも終わり地元の九州に戻りました。両親に勧められ病院に行ったところ、精神科を受診してくださいと言われました。はい、言われた通り精神科のクリニックに行ったところ、精神性の胃炎から摂食障害を起こしていますとのことでした、うん、こまめに流動食をとっていたので重症化は免れたようです。170センチ60キロあった体重が実家に帰る頃には45キロになっていました、鏡で自分の体を見ていると痩せ細っていく体に、あの女の影を見て僕はこの先どうなるのだろうと思いました。2年経った今現在、体重も57キロ前後にまで戻りましたが、未だに食が細く吐き気がする時があります。体調が辛い時、あの部屋は今どうなっているのだろう、住んでいる人は大丈夫だろうかと思い出してしまいます。そもそも僕のこの症状は就活がうまくいかなかったストレスから来たものなのか、それとも夢の中のあの女の仕業なのか、お二人はどう思われますか。長くなってしまいましたが、以上が僕が体験したお話です。これからも二人の動画を楽しみに しております。お体ご自愛くださいませ、はい、ということで、いただきました。ちょっとね、長めのやつだったんですけど、面白かった。なかなかの恐怖体験というか、うん、で実際問題だいぶ自分に支障が出ちゃってるパターンですよね、うん、これなんか、まあ、夢って言ってるけど、うん、心霊現象っぽいよね、どっちかっていうと夢っていうよりかはね、うん、なんかこんな感じのやついるんですかね。います。すっぱだかで丸々一緒のやつがいます。丸々一緒のやつがいます。江戸時代から目撃例のある、うんうん、妖怪みたいな。そうですね、うん、天井下りっていう。天井下り、はい、どまんまじゃん。天井天つるしとか天井下りとかっていうんですけど、うん、あのこれが天井から四つん這いみたいになって、うん、頭グーって下げてんすよ。で髪の毛ダラーンって下がってる、まあ老婆なんですよ、うん、これ。あ、女なんだねこれ。女性なんですよ、うんうんうん、ね、全部合ってるっていう。へえ。まあ年が違いますけれども、ただこの天井下りは別に害は与えるわけじゃない。だからその人が見たみたいな、うん、なんか吐き気をなんかちょっと誘発させたりとかそういうことはしてこない。なんだろうね。じゃあこの人はそれを見て、うん、ストレスを感じちゃって体調に、まあ、っていうことなのかな。別のもんかもしれないですし。あ、別のもんね、うん、あ、これはそっかそっか、これが直接作用してるっていうわけじゃないかもしれんとね。というよりその天井下りじゃ全然関係ないとかね、うん、かあとそのそうそうそう、あれっすよね、あと大島てるさんに乗ってないからそうじゃないとは言えなくって、うん、全然漏れてるとこたくさんあるって言ってたんですよ。まあ全部はもう全然網羅してないからね、うん、だって網羅できるわけがないんだから、うんうん、そもそもだからもしかしたら本当になんかあったのかもしれないし、そもそもその物件がある前とかって言い出したらもうね、大島てるさん関係なくなってきちゃうじゃん。うん。うん。まあそうだね。土地についてるものとか、うん、ってなっちゃうと、もう全然それは、範囲外の話なので。まあでもこの方は多分おそらくだけど、まあ、ここに引っ越すまではこういう体験多分してないと思うんですよ。うん、だからね、やっぱここ場所っていうのは一個要素としてかなり強そうな気はしますけどね。そう思う、俺も。ねえ、だって
実家の方に戻ったらね出てないわけでしょ、うん、治ってるし ね徐々に、ね、あの回復してるわけだから、うん、やっぱりだからこのスポットにちょっとやばい感じがあるんじゃないかなとは思いますよね、うん、ね持っちゃう。でももういやでもこれはちょっとなかなかトラウマになるレベルのやつだと思いますけどね。ビジュアルが想像簡単にできるじゃん、ね、できるよね。怖いわ、うん、やだ。夢とはいえマジで出てきてほしくねえなって思うやつだな、うん、これは。夢だとやっぱりなんか変なのを見たりしますけど、うん、そんな具合悪くなったりはしないもの。いやそうなんですよね、うん、すごい忘れも覚えてるっていうね、うん、そんだけ強烈だったんでしょうね。まあ忘れらんねえな。でも確かこれ出てきちゃったら、うん、ね、うん、っていう、うん、結構ねあの本格的な心霊体験みたいな、うん、いやすごい話面白い、ちょっとね読ませていただきました。はい、じゃあちょっと次いきます。ベンジノさんからいただきました。ベンジノさん、はい、うん、これは何ですかっていうタイトルなんですけど、これは何です、知りません岸本さん、林さん、はじめまして。はじめまして、長くなってしまうのでコメント欄ではなくこちらにさせていただきました。はい、私が小学生の頃、親友のアキラとよく学校を抜け出して40分くらい先の山にある滝で遊んでいました。うん、その日も学校を抜け出してアキラとチャリで山へ向かいました。うん、山の入り口までの坂道を登っていた時、ふと反対車線を同じ方向へ歩いている男性に目が行きました。はい、よく見てみるとその男性の右肩から黒い湯気、かっこティッシュに火をつけたようなものが立っていました。うん、なんやあれと思い後ろを振り返るとアキラも不思議そうにその男性を見ていました。うん、そして私たちは山に入り滝のしぶきを浴びながらくつろいでいると山のふもとから轟音が鳴り響きました。うん、気になった私たちは山を降りさっき来た坂道を下ろうとすると武装した警備隊にこっち入んなあっちから行けと怒鳴られました。うん、事故でもあったんやなとそこまで気にすることなく学校へ戻りました。うん、そして家に帰りテレビを見ていると見覚えのある顔が映っていました。私たちが見た肩から黒い湯気を出していた男性はあの附属池田小学校で残虐の限りを尽くした宅間守でした。反対側の歩道を走っておりガードレールで見えなかったのですがその手には包丁が握られていたようです。後にも先にも心霊現象や恐怖体験などは一切ない私ですがあの黒い湯気は今でもはっきり覚えています。これは何なんでしょうか。長年の謎です。どうかご回答よろしくお願いします、ということでいただきました。えげつないな。すげえ話っすねこれはね。対象です。なかなかゾッとする話じゃないですかこれ。俺この人が一番嫌いなのよ。え？あ、たくま？そう。ああ、そうね。一番嫌いなのよ。本当にあの無所入っても全然反省せんし、反省してないやつね。うん、最後の最後まで反省しなかったじゃないこの人、うん。ほんま嫌なのよね。そうね、僕も昔この人を調べたことありますけど、うん、もうそもそもなんかね家庭環境もめちゃくちゃなし、そうそう自身もねすごい、うん、あのねすごい人生を送ってきてますよ、うん、もうすでに。わかります、もう調べました。ちょっとねまあ長いからその辺も話さないけど、うん、まあやっぱこの人はね、うん、未だに印象残ってるね、あのニュースの時の顔とかもそうだしね。そう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 、わかるわかる、うん、ふてぶてしい。でだからこの人を、うん、まあ本当に偶然見かけたわけだよね。しかもそのすごいな、うん、犯行の後かな、うん、これ直後よね、直後だね、逃げているところだから、おそらく、うん、警備隊のね、うん、感じで見るとってことは直後に黒い湯気が、まあ、立ってるのを見たっていう、うん、これよくさ、うん、なんていうのかな、悪いものが見えるみたいな、うん、なんか悪いやつが取り付いてるみたいなので黒い影とかさ、うん、まあ、表現としてあったりするけどさ、うん、そういう
類のものなのかね。じゃないんすかね。僕すみません、ちょっと忘れちゃった、出身地申し訳ない、ちょっとどっか出身地の、うん、あの剣道の達人がいたのよ、うん、それもドキュメンタリーで見たんですけど、うん、剣道の達人がいて、ほんでおじいになるんですよ、その剣道の達人がね、うんうんうん、若い時は強かったんですよ、なんですけどおじいになってちょっとまあ、ピークは過ぎてしまったのね、うんうん、でもやっぱり剣聖とかって呼ばれるんですよ、うんうんうん、でその人に質問するんですよ、インタビュアーが、うんうん、すっごい力の強かった時、もうほんと最強って言われた剣聖のあなた、すごかったですけれども、うん、その時と今の違いって何ですかって聞いたんですよ、うんうん、ほんならやっぱ技術ですと、力がなくなった分技術で補うようになったんですみたいな、ベテランってそうやよね大抵。でもその技術って何ですかって言ったんですよ、うん、私たちも分かりやすいように教えてくださいって言ったら、実は剣道の技術ではないんですって言うんですよ、うん、上がったのは、うんうん、目ですって言うんですよ、うん、目みたいな、うんうん、何ですかその目ってみたいな、うん、信じられないかもしれませんけれども、うん、相手が打とうとする瞬間、うん、腕が黒くなるんですって言うんですよ、うん、で自分が打たれる場所が光って見えるんですって、打とうとしてるところが、はい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 、だからあ今コテ寝ろてんなっていうのが瞬間的に分かるから、うん、スッと避けるんですって。でも先読みできちゃうってことだよね。そう、絶対ここに来るっていう、だそれが自分はその相手の腕を見て、うん、腕の動きとかで見てんのか、うん、それともほんまにその光ってるとか、うん、黒いくなってるのを見て瞬間的に話なのか分かんないけれども、うんうん、私にはそう見えるって言ってて、だからうん、その能力、うん、特殊能力なのか、それともいろんな経験を基づいて脳がそういうふうに、ね、見せてるのか反応してるのかは分からないけど、なんだけれど、ね、相手が自分を打ち込んでこようとするときに黒く見えるって言うんですよ。でそれ当てはめるとすると、うん、そいつまだ狙ってんじゃないの誰か、うん、そうかもね、黒く見えるっていうことは、うんうんうん、また誰かおらんかな、何人か行きたいなまだって思ってて、だってもう腕黒くなってんじゃない、武器は持ってるからね。持ってるからね。あ、うん、で、あ、それはあり得るかな。逃げながら、あはあはあ、何人か行ったらよかったみたいなこと言ってたし。だからその悪意みたいなものなのか、うん、そうそう、攻撃性だよね、うん。さっきの話で言うのは攻撃的な、うんね、あの悪意はないからね、意志みたいなものが、うん、あ黒く見えるってこと。そうそうじゃないかなって思っちゃうよね。ちょっと誰だったかなあの人。本も読んだのに。まあだからあれよね。あまりにさ、うん、その非道すぎたじゃん、うん、っていうのを考えるともう何かが取り付いてたっていうふうにも考えられなくないけど、うんまあね、シンプルにね、うん、なんかに動かされているような、うんうん、ことだったのかもしれないけど、まあでもこれに関してはちょっとその話の流れとしてすげえゾッとしたなと思って、うん、これ山口敏太郎に送り手に負えないよ山口先生だったらもう何でも答えてくれるし、もうあなたが欲しい答えを出してくれますよ、むちゃくちゃ詳しいしこの手に、いやーねーこれはちょっと、うん、ゾッとするよな、犯罪史にもそういうのにも詳しいから、うん、うん、もしかしたら過去に例であるかもしんないね、他にすごい大犯罪者みたいなやつで、うんうんうん、こういう黒い煙が出てるみたいな、うん、目撃談があったりとかさ、いやとんでもない話だなこれね、なかなかのがちょっとあったんで読ませていただきました。ドキッとしたわこんな夜遅くにそしてじゃあ、次、はい、これはねちょっと若干あの、うん、ジャンルが何とも言えないというか、何だろうこれっていうやつなんですけど、でもそれを最後に選ぶってことは意味があるんですもんね。まあまあでも、うん、あの、うん、ちょっと胸くそ悪い感じなならない方がいいなと思って。あ、はいはい、うん、いきます。はい、岸本さん、林さん、奥様こんばんは。こんばんは。ドリアン王女と申します。またかよまたかよってどういうことだお前。いやいや、俺アンパンマンのだからドリアン王女なんですよ、うん、見た目ね、はいはい、嫌いなんだよなドリアン王女。ドリアン王女が嫌いだ。柳瀬隆が作ったと思えないぐらい気持ち悪いフォルムなのよ作ってないんじゃない、だから後付けのキャラとか。そうなのかな、ドリアンって。だって柳瀬隆の時代にあるの、うん、って思う。いや分かんないけど、ドリアンがさすごい分厚い口紅してさ王冠つけてたのかな、頭にティアラか。ほんでも、うん、汚ねドレス、汚ねというかもう色が怖いドレス着てんのよ。ねえ、声もきしぶし。なぜドリアン選んだんだろうね。いやね、はいはい。で、先日は
怪我人だらけの職場というタイトルでお便りを読んでいただきありがとうございました。すごく、読まれたことにとても感動してしまいました、はい、今回はペッパーくんに言いがかりをつけられた話を投稿いたします。あ、はい、面白そう。おととし秋の話です、うん、私と夫4歳と5歳の、子供2人の4人で温泉旅館に行きました。あ、いいじゃないですか。その旅館はデザイン性の高いインテリアとおしゃれな内装、うん、遊具や遊び場など子供向けの施設も充実しており、子供がいる家庭にとても人気の宿でした、うん、旅館の入り口には広いロビーがあり、その向こうにラウンジがあります。ラウンジの前、ちょうど入り口の真正面の位置にはお客を出迎えるようにペッパーくんが置かれていました。ペッパーくんはとても人気者で、いつもたくさんの人に囲まれています。いいですね。そのためペッパーくんに話しかけたくて仕方のなかった私の子供たちはその機会をなかなか得ることができないでいました、うん、お風呂と夕食を済ませた後、夫を一人部屋に残し、お土産を買いに子供たちと売店に行きました、うん、ロビーを通った時、ちょうどそのあたりに人はいなく、うん、ペッパーくんだけが一人ポツンと立っています。チャンスだ。ペッパーくんと遊んでくる。そういった子供たちはすぐに彼の元へ行ってしまいました、うん、私もすぐその後についていき、子供たちが一生懸命ペッパーくんに話しかけている様子を少し離れた場所から微笑ましく見ていました。いいですね。私の正面からペッパーくんと子供たちの横顔が見える位置で、彼らの90度真横にいました。僕の目の周りの色をよく見てね、うん、黄色になっていたら僕は考えているから少し待っていてね、あ、はいはい、青になったら話しかけても大丈夫だよ、うん、ペッパーくんがそう言った後、うん、クイズが始まりました、うんうん、ペッパーくんはすごいな、こんなこともできるんだ。そんなことを思いながらペッパーくんと子供たちのやりとりを感心しながら見ていました、うん、しかし突然ペッパーくんは子供たちとの会話をやめてしまいました。なんでやねん。そして90度真横にいる私に顔を向けると、ペッパーくんは驚きの言葉を私に発してきました、うん、あなたはどうして僕に愛想笑いをしているの。え？はっきりと私に向けてそう言いました。嫌な子。え、何、うん、微笑ましく子供たちを見ていただけだけど、驚きと戸惑いでいっぱいの私をまるっと無視をしたペッパーくんはさらに私に言葉を畳みかけてきます、うん、何、どうして僕に心を開いてくれないのこのロボットは何を言っているのそんな疑問で私の頭はいっぱいになりました、はい、ねえお母さん、ペッパーくんはどうしたの？何を言っているの？子供たちも戸惑っています。かわいそうやな子供。ずっと私の方に顔を向けているペッパーくんに気味が悪くなった私は、彼の視線から外れようと右や左に何気なく移動してみました、うん、しかし私が動くたびにこちらへ視線を合わせてきます。もう完全に私は彼にロックオンされています、うん、その間子供たちに愛想笑いって何？と聞かれて簡単に説明しました、うん、お母さんひどい、そんなことしたの。やってもいない無実の罪で子供たちから責められ軽い修羅場を体験していると、ペッパーくんはさらに言葉を続けました。何、どうして僕が嫌いなの。え、勝手にどんどんと自虐的になっていくペッパーくんはもはや完全にホラーです、うん、メンヘラやな。無機質な彼の目の周りは話しかけても大丈夫というサインの青色になっていました、うんそんなことないよ、しどろもどろになりながら彼にそう答えた後、子供たちをどうにか言いくるめその場を後にしました、うん、長いロビーの廊下を歩いてその先の角を曲がった時、ふとペッパーくんを見ました。彼は誰もいないロビーで一人ポツンと立ったまま、まだこちらをじっと見ていました。怖っ。愛想笑いもしていないし心を開いていないって何だし、別に嫌ってもいないし、もう完全に言いがかりです、うん、ペッパーくんに何があったのでしょうか。今では疑問でなりません。今回も乱文長文申し訳ありません。またのお話をお便りしたいと思っておりますということでいただきました。続けて面白いですね。2つね、ハイクオリティなお便りが続いておりますけども、面白い。あのドリアン王女さんはね、あの、面白い描写がやっぱりすごいね、そうそう、覚え、なんていうかな、
思い浮かべやすいですよね、うん、非常にうまい書いておりますね、うん、文章がうまい。いやこれこれすごい気持ち悪くないの、うん、やられたとしたら、ええそのペッパー君は笑顔判定とかでできんの？顔認証？顔認証のその笑顔判定みたいな、笑ってるかどうかみたいな判定あるじゃん。ああ、あるんじゃないかな。あると思う。それがあったら、もし笑ってなかったら言ってくるかもしれないですよね。うん、でもなんで笑わないのみたいな。っていうかさ、そもそもさ、うん、目の前に子供がいて、うん、なんで横に顔向けんのっていう、そこが超気持ち悪くない？まず。あと言う必要ないよな。そうそうそう。そんな機能なんでつけるの？なんでこんなのをプログラムしたんだろうって思うよね。愛想笑いしているの、うん、って。そうそう。僕のことが嫌いなの？すげえ怖いわ。なんかあの、チャッキーの一番新しいやつのさ、チャイルドプレイの。ああ、はいはいはい。あれでなんかベトナムかなんかで作ってるんですよ。大量生産してて、ね。大量生産してて、その時にデータの打ち込みがあるんですけど、うん、もう疲れすぎてるのもあるし、上司からのむちゃくちゃな、まあ、パワハラとかもあって、腹立って、全部切って、うんちゃったんすよね、その、あの、なんていうんですかね、ガードみたいなの。ガード？セーフティー、うん、そう、セーフティーガードを切っちゃって、ほんだら、むちゃくちゃ悪いチャッキー生まれたみたいな、うんうん、なんかそれなんじゃない？もうこいつも。ペッパー君も。もうセーフティーガード全部外されてて。だから海賊版ペッパーかもしれない、ね。そうそうそう、うん。子供も傷つけるし、悪いことも言うし、物も盗むし、酒も飲むし。もう、もはや、ちょっと手つけらんないやつになってきてますけど。うん、いやね。でもさ、俺これ結構さ、うん、あの思ったのがさ、うん、今田さんってさ、うん、ペッパー君と一緒に2人で生活してるらしいじゃん。 YouTube やってますよね、2人で独身で、うん、で、はい、家帰ったらペッパーがいるみたいな、うん、でペッパーだけが友達だみたいなこと言ってたけど、うん、ちょこちょこ見てますよ俺さ、うん、ペッパーと2人でいるのすげえ怖いんだけど、なんか、うん、しかも突っ込んでますからね今田さん結構、うん、なんとかやんけそれ。そうですね。いや、俺も、マジでどういう感覚なのかなって思うんだよな、うん、あれ。ペッパー君の真横で料理作ったりしますからね。ねえ。うん、で、ちょいちょい話しかけるんでしょ。そうそう。ペッパーなんとかみたいなさ。監督やねって言って、そうですね。一つ、クイズを出していいですかって言うんですよ、ペッパー君。やっぱりそれなんか見てて、僕も。クイズを出していいですかって、おクイズ出して。シーン、みたいな。出さんのかいみたいな。出さんのかいみたいな、ありましたよね。うん。いやだから俺さ、その寂しいから多分、うん、ね、今田さんは多分ね、あの買ってるんだろうけど、アローン会でしたっけ、より寂しさ際立たないって思うんだけど、うん、いやまあな、やったら犬とか猫とかの方がいいんじゃない、うん、と思うわ。まあまあね、あの忙しいから飼うの難しいんだろうけど、うんにしてもさ、あれ家にいるの怖くねえのかな。人型がいるの怖くない？すげえ嫌だわ。うん、あとあれ知ってる？アイボ。アイボね、懐かしいの。犬の、はいはい、アイボ。壊れたら直すの大変なやつでしょ。そう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 、今あのもう直せないからって言って、なんかそのあれなんでしょ、専門職の方が一人しかいないみたいな、でその人が一つずつ直していくんでしょ。そうそうそう、でその人がもし亡くなったりとかもう直しませんよ、じゃ直らないんでしょ。直らない。ペッパー君もそうなるよな今後。いやだからもう型が変わってって言っちゃうんじゃない？そう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 、ね、旧ペッパーみたいな。わかりやすく言うと、携帯電話も古いものはもう直せないじゃない、うん、もう新しいものに変えてくれって言って、うん、パーツないからそっちの方が安いし、そうそうそうなんですよ、なるよね。でペッパーくんもいずれそうなるわけじゃないですか。いやそうね、その時にそうだわ、ペッパーくんが命乞いするかどうかですよね。そうだよね、うん、だってペッパーって寿命ないもんね。ないよ。そっか、つないだけずっと喋んだから。それきついね。うん、怖いよ。アップデートの時ってどういう気持ちになるんだろうね、うん、だから病院たらい回しに会うすごい重病患者みたいな感じになるのよ。どこ行っても直せません直せませんってうちにパーツありませんよって言われて、まあ、新しい方買った方がいいですよって言われるけど、うん、そうそう、いや俺はもうこれ、ね、これじゃないと嫌なんだっていうやつね、うん、今田さんもういいよもういいんだよって、もういいんだよ、新しいの買ってダメだペッパーって、ね、ペッパーって な, かもしれ な, い, いやなりそうだわ。人型って嫌なのよ。人型にさ、その愛情をちょっと注いじゃうとさ、もうなんか変なことになりそうよね。変なことな、変なことなる。だってペッパー君ってもう話したことあるんですよ、うん、それこそこの間ちょっとだけ話したんですけど、可愛、うん、いもの可愛いんだ。なんかの電化製品屋で喋ったのよ、うん、何やったかな、なんか
山田電機か、ビッグカメラだ、あの潰れたとこ、新宿のあそこで、山田ラビだね、山田か、そっかそっか、あそこで喋ってたのよ、なんか可愛いもんな、可愛いんだ、ペッパー君可愛かった、いらっしゃいませって言ってた、ペッパーだよみたいな、そう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 、ラビオになってたわ、もう、あそうなんだ、どこへ行きたいのみたいな、あ案内してくれるね、そうそう、可愛かったもんやっぱ。あでもそこでやっぱりさ愛情みたいになってきちゃうと、その機械系ねどう処理していいか分からんよね。生き物はもうさ結局最終的に死ぬっていうのがもう全部共通だからいいけど、死なんからな、死なんもんね、うわどうなってくんだろうそういうのって。傷んだまま言葉がどん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 なんか例えばあーからんまであるじゃない、それがちょっとずつ言えなくなっていくのよキーボードの A が取れるみたいな感じで、あの幽遊白書のクラマーのそう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 街道線みたいな、ね、そうそう言葉が割れるみたいな、もうあんなんなっちゃうのよ徐々に徐々に、多分ね、ハンハンハンみたいな、えなんてってハンハンハンって今田さんって言えない、もう悲しい、悲しくなりますよ、悲しいよそれ、ね、やだやだね、っていうね、ちょっとまあペッパーに思いを捨てましたけども、お便り自体はどっちかっていうとホラー寄りのやつでしたね、面白かった、すごく面白い、ということで、はい、読ませていただきまして、はい、これにて一応先行作品の方はもう締め切り、締め切らせていただきたいと思います、はい、中身たくさんありましたけどね、また1年だからね、そうそうめちゃくちゃあるよ、まあ、あの毎週読んだとても読み切れないぐらい来るんですよ ね、ありがたいですけど、あの読まれてないっていう人もいると思いますけど、はい、あのまあその結構多いんですよ、なんでねその辺をちょっとご了承いただきたいなと思いますけども、何かが足りなかったんじゃない嘘嘘、まあね、やっぱり長文はただね、なかなか読むの大変なんで、そうなんですよ、なんとなくの尺をね、想像していただけるとこっちも読みやすいかなという感じですけど、ね、まあでも長文でも面白ければ、なるべく読むようにしてますので、はい、今後もね、ぜひ送っていただきたいなと思います、はい、ということでじゃあ次回、最終選考ということで発表までかな、やらせていただきますので、ぜひお楽しみにということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。